皆さんこんにちは。今回はしっとりふわふわの高加水シフォンケーキを作っていきます。今回のシフォンケーキはみんな大好きなバナナ味です。ここで突然ですが問題です。次のうち最も甘くてお菓子作りに向いているバナナは何番でしょうか？正解はバナナの7番でした。何言うとねん。まあ、このバナナ黒くなっているんですけど、腐っているわけではなくてシュガースポットといって熟していますよというサインになります。バナナの水分も生かしてしっとりとしたシフォンケーキになっています。では作っていきましょう。最初にバナナのピューレを作っていきます。バナナピューレの作り方は簡単で、ぶつ切りにしてハンドブレンダーもしくはミキサーにかけていきます。バナナだけだとドロドロになって作りにくいので牛乳も一緒にしちゃいましょう。滑らかな状態になったらバナナピューレは完成です。続いて卵を計量していきます。卵を半分に割って黄身を右左と移動させることで卵白を落としていきます。卵は L サイズ卵を使っています。4つ分白身と黄身に分けていきましょう。卵白は冷たい方がキメが細かくなるので冷蔵庫に入れておきましょう。卵黄は溶きほぐしてサラダ油を3回に入れて加えましょう。ここでシフォン作りでとっても大切な乳化という作業をしていきます。乳化とは水分と油分をつなげる作業のことです。卵黄には乳化成分のレシチンというものが入っているので、一番最初に卵黄とサラダ油をしっかり混ぜておくことで失敗しないシフォンケーキができます。もし油が卵黄で包まれていないとシフォンケーキの型に油が接着し、油は型にはくっつかないので底上げや腰折れの原因になってしまいます。サラダ油は3回に分けて入れてその都度よくかき混ぜましょう。ここでは混ぜすぎはないのでしっかり混ぜてあげてくださいね。しばらく混ぜると油のつぶつぶがなくなってツヤが出てくるので、ツヤが出てきたら乳化完了です。今回は5分ほど混ぜ続けました。続いては先ほど作ったバナナピューレを加えていきましょう。こちらは1回で全て入れて大丈夫です。よく混ざったら次の工程に行きましょう。続いては薄力粉をふるって加えていきます。このシフォンケーキの特徴、ふわふわしっとりにしたいので必ず薄力粉を使ってください。先ほどの生地に薄力粉を1回で加えます。いきなり思い切り混ぜると粉が飛び散ってしまうので中心からゆっくり混ぜてあげます。粉が馴染んできたら全力で混ぜてあげてください。今回のシフォンケーキは卵、牛乳、サラダ油、バナナの水分があるので薄力粉をしっかり混ぜてグルテンという成分を出さないとシフォンケーキが潰れてしまいます。ゴムベラも使ってボウルの底や側面についている生地も入れ込んで混ぜ残しがないようにしましょう。しばらく混ぜていくとグルテンが出てツヤツヤしてきますが、そこからさらに3分ほど混ぜてあげると失敗しにくいです。生地作りも後半部分に入ってきました。最後にメレンゲを作ってあげます。冷蔵庫に入れておいた卵白にグラニュー糖を1回で加えていきます。通常メレンゲはグラニュー糖を3回に加えて入れるのが一般的ですが、今回はキメの細かいメレンゲにしたいのでグラニュー糖を1回に加えて時間をかけてキメの細かいメレンゲを作っていきます。最初は手でグラニュー糖を溶かしていきましょう。サラサラの状態になったらミキサーで泡立てていきます。ハンドミキサーは最初から高速で泡立てていきましょう。ボウルを少し手前に傾けてあげると早く泡立てることができます。グラニュー糖を最初に全て加えているのでメレンゲの難しい砂糖の入れるタイミングなどを考えずに泡立てることができます。その点でも失敗しづらいシフォンケーキ作りになっています。メレンゲがピンと立つぐらいまでなってきたらミキサーを垂直に当ててゆっくりと中速でキメを整えていきます。中速で10周ほどキメを整えたら次は低速でもキメを整えていきます。
計測では20回ほど混ぜてあげましょう。メレンゲの角が立つまでしっかり泡立てていきます。メレンゲは時間が経つとボソボソになるので、出来上がったらすぐベース生地と合わせてあげます。メレンゲの3分の1の量を最初に加えて、ホイッパーで潰すようになじませてから混ぜていきます。生地を下から上に持ち上げるイメージで混ぜていきます。ここでは完全に混ぜきらないで大丈夫です。マーブル状まで混ざったら残りのメレンゲに加えます。残ったメレンゲは硬くなっているので柔らかく戻してあげます。柔らかくしたら先ほどの生地をメレンゲに加えていきましょう。最初と同じようにメレンゲの塊を潰すようになじませて、生地を下から上に持っていくイメージで混ぜていきます。メレンゲの方が軽いので最初は下に閉じ込めておきましょう。ホイッパーである程度均一に混ざったら、最後はゴムベラでホイッパーで混ぜきれない部分もしっかり混ぜていきます。生地の地点でもう美味しそうですね。シフォン生地はこれで完成です。あとは型に流して焼いていきます。今回は18センチの型で調整していきます。生地の中に余計な空気を入れないように、なるべく型に近づけながら入れていってください。生地が入ったらゴムベラでトントンして空気を抜いていきましょう。ここで空気を抜いておかないと、また底上げの原因にもなるので、空気は抜いておくことをお勧めします。空気を抜いたら生地は中心から膨らむので、型に擦り切ってあげて綺麗に焼き上がるようにしてあげましょう。最後に筒の部分を持って空気を抜いたらオーブンに入れていきます。はい、焼き上がりました。生地がお花のように割れたら綺麗に膨らんだ証拠になります。焼き上がった後は必ずひっくり返して3時間は冷やしておきましょう。今回は手外しというやり方で型から取り出していきます。まず生地が接着している筒の部分と側面の部分を3分の1ほど押してあげます。ひっくり返すと型から外れます。この時に外れなかったらもう一度押してあげてください。続いては筒の部分を取っていきます。回しながら下に引っ張っていくと簡単に外すことができます。いかがでしょうか、この完璧なシフォンケーキ。材料も簡単ですし、お子様も大好きなバナナを使っていて優しい味わいになっています。ぜひ夏休みに作ってみてください。じゃあねー。